象にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根ひろきです。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて、今日の番組は昨年沖縄で行いましたライフラインの集いの様子をお届けいたします。このライフラインの集いでは、原田則夫牧師が旅人よ、天の故郷を目指せよというタイトルで聖書のメッセージを語りました。また沖縄で活動するゴスペルミュージシャンが演奏しました。今日はそんな集いの様子をお届けいたします。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。私は知ってた、自分の罪深さを
し許された許された私でも私でも全て十字架で許された許された僕でさえ僕でさえ愛に繋がれた。メッセージをいただく前に今日の聖書の言葉をお読みいたします。ヘブル人への手紙の11章の13節から16節までお読みします。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の国境でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。お願いします。先ほど読んでいただいたその聖書の箇所の言葉が私は好きです。でその中でこう書いてある、もう一度読んでみます。地上では旅人であり寄留者である。これが聖書が語る私たちの人生観と言っていいでしょうか。私たちはこの地上にあっては旅人であり寄留のものですよ。それが私たちのいわば人生、その見方をこの聖書は教えている。私は自分で生きている、そして自分が計画したことを実行するという立場にいつも自分を置いていたように思います。でもそんな時に全く予想しないような形で交通事故を経験します。私の一番上の姉がお前よく助かったねって入院先に来て開口一番真っ先に言いました。その時私は自分は自分で生きているとずっと思っていたけども、そして自分のいわば人生を設計してこうしていくんだというふうに考えていたけども、その自分のそういう営みすら自分でコントロールできない、あるいは過ちを含めて私自身をコントロールできない自分があるし、人生を自分が決めるということはできないんだな。そのベッドの上で自分は生きていると思っていたけれども生かされているんだということにいわば初めてと言っていいでしょうか、気づかされます。私たちはみんなそういう意味で旅人であり寄留者だということを真っ先にお伝えしたい、また覚えたいと思った次第です。ただこの旅人はどこへ行くのか、さまざまなものを見ながらどこに行っていいかわからない、迷いながらその旅を続けている、その旅の中には山があり谷があり、まさにいろんな出来事が待ち受けていて、その旅は決してたやすいものでも、嬉しいことや楽しいことばかりじゃなくて、いやむしろ苦しみや悲しみというものがその人生の旅の中にはついて回ってくるじゃないかということを経験する。私たちはどこを目指していくのか、その旅はどこに向かっているのか、
それをしっかりと抑えなければならないけれども、私たちはその行く先を知らないままに、まさにあっち行ったりこっち行ったりしてしまう。読んでいただいた聖書の14節にこうある。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。ここで言われている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにした人たちは信仰の人と呼ばれた人たち、聖書の中に出てくる神様、目に見えない神様に信頼してその人生を預けた、そういう人たちでした。で、彼らは自分の故郷を求めていることを明らかにした、その生き方を通して。そこで私は真っ先に思い浮かべる私の好きな歌、うさぎおいしい、歌える？皆さん一緒に歌ってみますか。かの山こぶなつりし、かの川夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと。そこまでにしときましょうね。その先も皆さんよくご存知だと思うんですが、でもこのふるさとではないと言ってるんです。聖書は自分の故郷を求めていることを明らかにしたという、その次に、もし彼らが思っていたのは出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのは、信仰の人たちが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。自分が出てきた故郷のことを思いながらそこに帰ろうというのではなくて、あなたや私のその人生の旅の終着地は天の故郷だと教えてくださっている。そこを目指して歩めと私たちに教えてくれている。ちょうど今から20年前になるんですけども、一人の、男性の方が礼拝に来られました。ちょうど20年前の夏、8月でした。私はちょっと意外なのに驚きました。あれ、この方が来られた。それまで何回かお会いしたことがあるけども、全くその教会など礼拝など関心を寄せたことのなかった方だったからです。この方を豊さんというふうに呼ばせていただきたいと思うんですが、彼は長年大手の新聞記者をされていました。論説委員をなさったりして、その後ある大学の先生もなさいました。そういう方が来られたときにこんなことを話されたんです。ちょっとその一文を読んでみますが、妻は1999年8月2日に S 字結腸癌と診断され、3度の入退院を繰り返し3度の手術を受けた。私は50年以上連れ添った愛する妻に、単なる毎日の見舞いや励ましのほかに彼女の心を心底から癒すことはないかと深刻に思い悩んだ。その結果、はっと思いついたのが妻に代わっての日曜礼拝の出席である。これが熱心に教会に通い続けていた妻への最大の贈り物と確信したからである。それまで教会など見向きもしなかった、いやどちらかというと批判的でさえあったこの方が、でも奥様の非常時の中で自分ができる最大のことは何かと思い巡らした結果が、彼女が一番大事にしていた日曜礼拝への出席を代わってしようという決意だったっていうんです。
それはそれを本当に律儀に、毎週この方は奥様の代理だって言いながら礼拝に出席されました。それから数年して、この豊さん自身ももう末期がんっていうふうに診断され、そのような時が来ました。それを境にして奥様の代理、心尽くしのつもりの礼拝出席が大きく変化します。それまたこのように語られました。2003年のクリスマスイブの日、私は前立腺がんと診断され、翌年1月に手術を受けた。私は内心で神様も悪いクリスマスの贈り物をくださったものだと感じたものだが、妻は必ず神様は良い結果に導いてくださると、むしろ神の恵みとさえ受け止めているようだった。私は生まれて初めて自らの死と正面から向き合った。何事にも自力を信じてきた私の胸中に、何かにすがりたい、助けを求めたいという気持ちが急速に芽生えていった。日曜ごとに教会に足を運び、聖書に多少なりとも馴染むにつれて、私の心を強く捉えたのは永遠の命を持つというくだりである。キリスト教にほとんど無関心であり、批判的でさえあったこの私に永遠の命を与えてくださるために、キリストは私の身代わりとなって十字架に死なれたのだ。そうだ、神の立てられた救い主キリストを信じれば永遠の命を持てるのだ。私の心はいつしか和らいでいった。すべてはまず信じることから始まらなければならない。そして豊さんはイエス・キリストを信じた。翌年のクリスマスに洗礼を受けられました。私がクリスチャン、コペルニクス的展開っていうふうに、ご自分のそのいわば大きな変化を表現されました。豊さんを2009年に見送って安心された奥様は、それから2013年に地上の旅上へ、天の故郷へと旅立ちました。私たちは地上にあっては旅人であり、気流のもの、気流者です。でも行くべきその最終地を知っているかどうかは大きな違いになります。天の故郷を目指して旅をするお互いでありたい。私はあなたにそのことを知っていただきたい、その願いを今日強く持ってここに来させていただきました。そして最後にもう一つだけ申し上げたい。その旅路を続ける間、さっき申し上げたように山あり谷あり、そして本当にさまざまな出来事に翻弄されてしまうような私たちのその旅路の中で、私たちは大事にしなければならない一点がある。オアシス、私たちのその旅の中でオアシスに休むという、その時を持つということです。私もそうでしたし、多くの方々が先を急いで急いで急いで、そしてそのオアシスで休むことをしないままに通り過ぎていってしまうのではないでしょうか。疲れた体に、乾いた体に本当に必要な水を、パンを補うことなしに、先へ先へと、今こんなことしている暇がない、無駄だ、そんなところで休んでられないという、何かに駆り立てられるようにして、私たちは先を急いで、そして結果的には倒れてしまって、大切な大切なものを失ってしまうことがあるんじゃないかと思わされるんです。ただ知っていただきたい、オアシスがオアシスであるのは、そこに命の水があるということです。そこに命のパンがあるということが最も大切な条件です。それがオアシスです。イエス・キリストは言われました。私は命の水です。私が命のパンです。
このキリストを受け入れた一人一人の中に命の水が泉のように湧き上がる。そのパンをいただいた者たちは永遠に朽ちることのない永遠の命をいただくのだとキリストは約束されているんです。私たちは旅を急ぐ中でこのオアシスをないがしろにしながら、私たちはその旅を全うすることができない者たちです。弱い者たちです。でもこのオアシスは私たちと共に歩み続けてくださるお方です。あなたと私と共にある、私が命のパン、私が命の水、私は世の光ですと語り、私たちの行く道を照らし続けてくださるお方です。ぜひ今日あなたにもこの旅人、そして旅の間休む場所があることを知っていただきたい。ライフラインはその番組です。これからもぜひライフラインを見ていただき、また用いていただけたら幸いです。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週は今日の原田則夫牧師の聖書のお話の CD、 旅人よ天の故郷を目指せよを抽選で50名の方にプレゼントいたします。番組への感想を添えてご応募ください。係への宛先はご覧のところです。さて来週はシリーズでお届けしているイエス・キリストの生涯をたどる旅です。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。